どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。はい、レイでございます。というわけで今回やっていくのはね、地球防衛軍 4.1、第13話円盤撃墜作戦やっていきましょう。敵輸送船がこの、巨大生物の投下を続けています。このままでは被害拡大する一方です。しかし輸送船は厚い装甲に守られており、航空機による攻撃では効果的な打撃を与えることができません。唯一のチャンスは巨大生物を投下する瞬間、開いたハッチを攻撃し内部から破壊することです。地上部隊からのからあの輸送船は落とせま地上部隊にしかあの輸送船は落とせません。これより歩兵による輸送船撃墜作戦を開始します。射程距離の長い武器を装備し出撃してくださいとのことです。はい、基本的に任せるわ。はい、やっぱ迫撃砲持ってるでしょ、フェンさんの。持ってるよ。そこにね、ちょっと任したいと思います。で、僕は、そうですね、まあ前回と同じく、まあおとり作戦、おとりとか、まあいろいろやっていきたい。あ、早速、上げた瞬間に撃つしかないから。なんなら、まあ、ウィングダイバーで近寄って。そうね、うまく。中入って撃てれば、それはそれでまた一つ、ありかもしれないけど。オッケーオッケー。やばいやばい、ちょっとアリのど真ん中行っちゃった。まぜ。やばい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 。第二陣来る、もう。あ、やべ。しまった、リロード使っちゃったよ。あー、もうエネルギーゲージが危ない。なかなか広がないな。うん。いやー、エネルギー切れ、これやばい。地面に降りちゃ最悪だ。やばーい。ああ、助けて。痛い。おっしゃ、無傷で、なんだか。とりあえず限界までもう地上に。およし、輸送船1個やったぞ。マジで？お、ほんとだ、ナイス。やる。来た、オッケー、第2、おら。届いてねえか。おらー。だけど全然届いてねえ。くそ。うわー。輸送船全然ダメだ。攻撃が届かねえ。でもおかげで、あ、でも、あと輸送船2機だね。なかなか輸送船の真下にアリがいるから近寄れねえんだよな、こうなる。そうなんだよな。やばい、エネルギーが持たない。ジャンプ。くそ。やべ。これやばいな。ちょっとエネルギー切れが激しい。まあとりあえず生きてさえいればいいよ。オッケーオッケー。まあじゃあちょっと少しアイテム回収に動くわ俺。オッケー。うん、よいしょ。やっぱこういい武器ね、手に入った方がいいですから。あ、危ない。意外と俺まだ一撃も食らってないんだよね、ダメージ。ちょっとは腕を上げたんじゃない。若干ね。最高、よいしょ。おら、ダメだ。だー、やっぱり届かない。出力が。ダメだ、中距離、遠距離の攻撃が届かん。着陸。アリに追われて輸送船に近寄れねえな、これじゃ。ちょっと、そしたら、俺、どうしよう。ちょっとおとりになるか、そしたら俺が。その間に輸送船やってくれる？できる？いかんせん輸送船がアリを出してくるからね。輸送船の真下にアリが出てくるからね。どちらにせよ関係ねえのか。こればっかりは難しいところだよね。ああ。できる限りは頑張るけど。やべやべやべ。よし、エネルギー。はい。復活。来た。うおー、やばい。おら、あ、上からなんだかちょっと、やばい。ちょっとまずいかも。いやー、義さんが。あ、でも、お、ダメージ入ってるやつやってる。よし。ナイス。でもなんか結構出ないね、そのアリが思ったより。
思いのほか出ないね。うん、オッケー、援護に来たよ。やばいやばい、ガー、あ、援護が死んだ。やっぱ一撃で死ぬな、体力がないから。頑張ってくれー。 お、やった、よし、輸送船2機目撃墜、3機目投入してるな、新しいの。きっとあれか。よし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 、輸送船いいねいいね。でも順調っちゃ順調じゃない？なかなか思いのほか順調だね。うん、うー、迫力がすごい。きた、サンキュー、よっしゃ、おとりは任せろ。うるえ、おとり券アイテム回収な。うん、うん、アイテム回収、そうね、結構いろいろ落ちてるね、確かに。やばい、ちょっとエネルギー持つかな。リロードのことも考えないといけないから。あ、やばい、俺死ぬ。まあ、せめてせめておとりになろう。もうそしたら一匹でもこっちに。ちょっとあんだけ高いところにいると射程が。そんなとこにいんの？俺遠距離武器持ってきてねえからきつい。やばーい、うわ、やばいやばい、おらー、せめて超えて1体でも多く。いやー、まずい、くわー、あー、いいよいいよ、我ながらよく生きた今の。あー、危ない。でも、あー、やばい、エネルギーが本当に持たねえ。あ、あー、やばい、死ぬ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 、持て持て、ジャンプ、よし、よっ、危ない危ない、ギリ回避。うわー、こわ、気持ち悪い。おら、頑張れ、レイピア G スラスト2、このダメージでなんとかいく、この攻撃力でいくしかない。おう、あー、リロードが結構重い。おっち、やったやった、おっし、ナイス。あとはこのザコたちやればいいんじゃない？そう、あとは地上だけ、おるわ、一体でも多くやって、ミスレに。でもかなりちょっと俺前線してると思うんだよね、珍しく。こ、今回も珍しくね。うん、こう、いいね。あー、エネルギー切れ、くさー、そういうこと言うから。ちょっとフラグだったな。だいぶフラグだったね今。いやー、ついつい行っちゃうもんだね、こういうの。これも輸送船はゼロかな、あとは。じゃないかな。オッケー、じゃあ、あともう地上のアリたちを殲滅すればもう勝ちであってほしい。まだちょっとアイテムも結構多分残ってるから、少し、そうね、ちょっとアイテム回収に走ってもいいかもしんない。ちょっとね、体力も心もとないところなんで。あ、そう、アイテム回収しながらそっちの方に助けに行く。オッケーオッケー。こっちね、あの、多分回復アイテム結構落ちてるから、もうガンガン拾っちゃって。お、なんか、ん、お、ウィングダイバー、お、味方かい。いいじゃん、助かるわ。あ、そうね、確かに。まあ、味方にウィングダイバーいたら、少なくともおとりか何かにはなってくれるから。おとりか何かってか、普通に戦力だしね。普通にウィングダイバー強いから。ああ、俺、ウィングダイバーなのに足引っ張っちゃって。OK。あともう、多分、3、4匹ぐらいじゃない？ 3 体だけだね。OK、OK。近づいてきたね。ただアイテムの山がここら辺に、もうサウンドすごいね、溜まり方が。オッケー、じゃあ分担して取り行こう。奥行くよ。じゃあ俺、あの、まず手前から取っていく。あ、そうか、回復アイテムも取っちゃっていいか、紛らわしいから。取っちゃっていいよ。オッケー、もう緑色は全部取る勢いで。
やっぱりアーマーの方が美味しいかな、なんだかんだ言って。体力ある方がいいから、まあね、うん、体力が大事だから。あ、すげえ、味方のウィングダイバーが多分相当、なんか、敵の目を引いてんじゃない、これ。いや、奴ら容赦なく全員やっちゃうかもしれないから。あー、そのだ、急いでほんと一つでも多く取らないと。だとしたら。あったあったあった、こんなところに。まあ、回復アイテムだけど、よいしょ。住宅地取りづれアイテムどっかに落ちてんだろうけどみたいな。オッケー、あ、大回復、あ、あったあったあった、はい、オッケー、取り終えた、これで全部。うわ、かわいそうなとこにあれハマっちゃってんじゃん。ハマっちゃってんの、助けてあげようよ、もういろいろ解放してあげよう。お、あ、危ない、これなんだ、車か。あとはもうあれか、全部取っちゃった。ナイス。兵器が確認されました。我々がヘクトルと呼ぶ二足歩行ロボットのようです。二足歩行ロボット。恐るべき相手だ。上陸を許すわけにはいかない。海岸に部隊を派遣して迎え撃ち。おお、アーマーがある。取りたい。あ、一個、あ、もう一個。頑張れ。届け、届け。よし、届いた。おお、ナイス。オッケー、端っこまで取ってやったぜ。いいね、一発でクリア。そしてアーマーも29、結構美味しいかなといったところ。14、上陸阻止作戦。じゃあこれね、次回行きましょうかね。ということで、はい、気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。夕焼けに染まる海辺にフォーリナーの新兵器が出現した。その名は歩行型戦闘兵器ヘクトル。地球防衛軍は上陸阻止作戦を発動した。空軍と共同での水際での迎撃をしなければならない。グレイプの格好法が火を吹く。次回、歩みを止めて夕焼け、君は生き残ることができるか。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。